Vivian Entertainment Production。 こんにちは、深尾由美です。 Vivian 公式 YouTube 第3弾ということで、今日は、我が家のスーパーアナログ人間田中みのるさんをお呼びしたいと思います。では田中みのるさん、よろしくお願いします。あ、28歳にしてパソコンをやり始めました。でそこそこちょっと今自信がついてきたんで、最初はもうこうこんな感じだったのがちょっと自信がついてきたんで、今日はですね、ちょっと奥さんの指示に従って、このやれと言われた指示を指示通りに打っていきたいと思います。まさか消防になるからちょっと。はい、じゃあ、はい、時間がないので始めましょう。オッケー。時間がないの俺だよ、今日俺試合なんだよ。でこれだとここに合わせる。消えた。え、なんでいいんじゃないのこれで。ダメだよ。あれ違うじゃん。大きくするのどれこれ。あれ俺が使ってるパソコンだと四角いマークを押すと画面を大きくするやつをさ。これ。これ。この感じ。あれ金とあれ直すのどこか。違うんだもん。俺が一緒だ。俺が使だだここにあんの、その俺が使ってるパソコンは。これか。俺が使ってるのはここなの。これで。英語の画面に戻りましたみたいな文字がさ。ないんだ。俺じゃあどこで判断するの。違うの。いいそのまま。今なんて書いてある。ん？ジムズ。なんだって。あれ？地に点々になるのこれ。嘘。ちょっと見てよお前。これで試合行くんだ俺。あれはなんだっけ、バックスペースってやつ。もう時間ないから一緒に。そうね、もうちょっと待って、これあれ消すやつは消してくやつ、消してくる。知らないの。どれ？どこ？これ？あ、これ。で、でしょ？DE じゃないんだ。DE だよ。DE でしょ？来たね、来たね。できた。ディズニーランド出たぞ。できたな。もう出てしまう。すいません。僕の実力はこんなもんです。電源も入れることができなかったんですけど、はい、今は見事にディズニーランドが出るようになりました。週に3回ズーム会議とかしてるぐらいなんで、去年では僕はこれで試合に行ってきます。すいません、変な動画ですいませんでした。今日はルークではなくてサクちゃんだったんですが、またルークも登場していきたいと思います。サクちゃんありがとうございましたって言える？サクちゃん、はい、ありがとうございました。あー違う、いいねボタンと、いいねボタンともう一つなんだっけ、チャンネル登録。あ、すみません、チャンネル登録、いいねと思った方はよろしくお願いします。それでは深尾由美とアシスタントの田中みのる選手でした。